こんにちは。今回はこちらです、こちらは楽天のケイトピエロさんでお安くなっていた時にまとめて購入しました。こちらの極太の糸ですね。これはソフトメリの極太、メリノウールが 100% で 40g、 約 40m の糸です。かぎ針の水晶は8から15となっています。色番は1番。最近ちょっとこういうねナチュラル系のカラーがすごく好きで、白っぽい糸ばっかりが多くなっています。すごくね太くて、でもちもちした感じの糸ですね。めちゃくちゃ気持ちいいです。これで、ザクザクと編んでブランケットを膝掛けですね、編んでいこうと思います。使用するのは 6mm ですね。10号の針を使っていきます。70cm の 100cm にしたいんですが、縦の部分ですね、 70cm の部分から編んでいきます。で、鎖で作り目を作るとちょっとね、鎖の目から拾っていくのも大変になるので、そのまま中長編みから編み始めたいと思います。糸端、糸始末できる分残したら鎖を3目編みます。そして針に糸をかけて、1つ目の鎖、上半目と裏山を取るように針を入れて、ここ2本かかる感じですね。針に糸をかけて出してきます。そしたらこれが土台になります。かけて土台を引き抜いて鎖を1つ編みます。そしたら針に糸をかけて、中長編みなので残りの3本を一度に引き抜きます。はい、そうするとここにね中長編みが編めました。最初の鎖3目はここですね、3目目、最初の1目目と数えますので、ここにマーカーをつけておきます。これで2目編めたことになります。では次かけて、今度は先ほど編んだ鎖ですね、ここに鎖を編んだんですが、こちらから見るとここに針を入れて、裏のもう1本も針を通します。鎖を取るように針を入れたらかけて引き抜く、抜いてきたこの糸を土台にするので、かけて引き抜いて鎖を編みます。そしてかけて3本一度に引き抜く、中長編み3目目ですね。作り目を抜くと2目目の中長編みが、できました。立ち上がりを抜くとですね、次かけて土台に針を入れて、かけて持ってくる、持ってきた糸をかけて引き抜いて土台を作って、かけて3本一度に引き抜きます。これあまりギューッとやってしまうとね、中長編みの長さがとっても短くなってしまうので、手加減がちょっと難しいですが、長さが均等になるようにね、糸を持ってきた方がいいと思います。かけて土台に針を入れて、かけて引き抜く、引き抜いたらかけて引き抜いて鎖を、土台を編んで、かけて3本一度に引き抜く。これを繰り返して好きな長さまで編んでいきます。私は70センチになるまで編んでいきます。
はい、繰り返し編んできて70センチになったので、94目で1段目を終わりにしようと思います。それでは次の段、鎖1で立ち上がって編み地をひっくり返します。ひっくり返したらすぐ根元の中長編み、頭がここですね。で、そのこの見えている鎖のこちら1本あります。ここに下から上に針を入れて糸を持ってきて細編みを編みます。上から見ると中長編みの頭、鎖がこのように見えて、普段ならここに入れるんですが、この下の筋ですね、ここに下から上に針を入れて糸をかけて持ってきて細編み、これを繰り返して編んでいきます。中長編みのすぐ、頭のすぐ下の横筋ですね、ここに下から上に針を入れて細編み、最後の方まで細編みを入れてきました。最後もこの中長編みの頭ではなくて、その下のこの筋一本ですね、下から上に針を入れて糸を持ってきて細編み、そして最初につけたこの、鎖2目の立ち上がりの裏山ですね、鎖の裏山に針を入れて糸を持ってきて細編みを編みます。そしたら次の段、編み地をひっくり返して鎖2目で立ち上がります。立ち上がったら最初につけたこのマーカーを外して鎖のこの2目ですね、2本ですね、取るようにマーカーを入れておきます。そして、今編んだ鎖2目は中長編み1目として数えます。なので根元ではなく次の目、細編みの頭に針を入れて中長編みを編みます。ずっと中長編みを編んでいって、また、ひっくり返して編んでいくときに先ほどと同じように中長編みの頭ではなくてその下の横筋1本を取って細編みを編んでいく、これの繰り返しになります。そうするとこっち側表なんですが、このようにね、鎖がポコッとね、立体的にこちら側に現れる編み地になります。ではまず中長編みを最後の目まで編んでいきます。最後の方まで中長編みを入れてきました。最後の細編みの頭に中長編みを入れます。はい、そしたら次の段、先ほどと同じです。鎖1で立ち上がって編み地をひっくり返したらすぐ根元の
中長編みの頭がここですね。通常ここに針を入れますが、ここではなくてこの1本下にある横筋に下から上に針を入れて糸を持ってきて細編み、中長編みの横筋に針を入れて細編み、これをずっと繰り返してどんどん大きくしていこうと思います。
はい、のんびりチクチク編みながら、今横幅が約70センチくらいまで編んできたところです。結構な大きさになってきたんだけど、100センチくらいまではね編みたいなと思っているので、この後またね続けて編んでいこうと思います。簡単な編み方なんだけど、こんな感じでちょっと棒針編みをしたようなね編み地になっているので、これがねすごく可愛いなと思って編み進めています。よかったら編んでみてください。マフラーだったりスヌードだったりね、いろんなものに使える編み方だと思います。こんな感じでね、結構太めの糸で編んだ方がこの模様がね、鎖の模様がはっきり出て可愛いんじゃないかなと思います。それではご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。